雲に輝く竜城の青葉の嵐仰ぎ見よ、矢作の流れまさに見よ、伊沢隆この力、岡崎これや我が郷土、いざや行け行け青い武将隊、いざ出陣気合いじゃ。
天下は一人の天下にあらず、天下の天下なり。我慢辛抱堪忍と、幼き頃より戦国を定めという名の濁流に流れず耐えた、それがしの生涯かけたる望みとは、天下太平の世。時空を超えて平成のふるさと岡崎の地によみがえる三河武士、我こそ徳川家康。家康さん、家康と青い武士の際、三河武士、
上戸家康公青い武将隊と申しまする。どうぞ皆様よろしくお願いいたしまする。さあもう天気もよくね、こんなにもたくさんの方が集まっていらっしゃって、もう本当に嬉しい限りでございます。まあ、ありますな。まだでもな、わしらのことを知らん方がおるかもしれませんので、わしらの簡単な自己紹介を。我々400年前の戦国時代よりよみがえりし戦国武将でございまする。この岡崎を盛り上げるために我々400年ぶりによみがえってきたわけでございまする。久しぶりじゃの。そうなんじゃな。でもなこの岡崎という町もなかなか様変わりしておりまして、なんとな今日もなんかイベントがやっとるみたいでございますな。そう、この岡崎公園内で文化祭開催中でございます。今日この文化祭なんか内容はどんなことがあるんじゃ。この内容ですが、家康公と、徳川四天王の、5名のスタンプラリーがこの公園内でギャッとできるということでございます。そうだね、岡崎公園内に至るところにスタンプが置いてありまして、またこのスタンプがまたちょっと可愛いんじゃな。そうなんじゃ。このハンコな厚生通りにありまするな、ハンコ店で、作っていただきました岡崎の地元の方が。そうなんじゃ、愛が詰まってるスタンプでございます。ぜひちょっとこれを機会に皆様一度お集めになってみてはいかがでございましょうか。そうなんじゃ。それ以外にもこの文化祭まだまだございますな。ほっ、今日、3時よりですな、県支部というものが、能楽堂、二の丸能楽堂でございます。こちら県の剣舞をしながら、銀汁という、そんなかっこいいものでございますな。そうなんで15時から、始まりまして、我々もな、出演させていただきますので、お時間ある方はぜひ。ちょっとまだ先はございまするが、そうちょっとなんじゃな、スタンプを集めて、埋蔵金伝説といったな、ちょっと伝説もやりつつ、15時からまた見ていただくということ。盛りだくさんですな。そうなんじゃ、それ以外にもな、今日は、本田殿がこちらにおります。本田殿の戦国武将でございます。戦国武将は強いイメージもございまするけれども、繊細な一面もございまして、というのも本田殿お茶を立てることができます。今日それをなちょっとな、見せていただけて。おそうじゃ、それが1時から2時の間に、わしの茶会がありますゆえ。そうですな、13時から14時までそうです。お主がお手前を。おおそうじゃ。おお立派じゃなお主。そうなんです、この戦国最強と言われた本田忠勝殿がな、作るお茶ということで、どう想像できんけどな、もうこんな感じになるかもしれない。こんなでかいやつでもこんななるかもしれませんけれども、まあそこは戦国武将ということで、繊細な一面もございますので、またそれ以外にも13時からわしはの辰巳閣の方で、ちょっとした落語のな集まりがありますので。戦国武将が落語。いや、それわしがな、戦国武将ちょっとしたわしも小話をさせていただきます。ちょっと可愛らしい一面を出していくと。そうなんじゃな、ちょっとな、落語というのは江戸時代からですから。おそうなんじゃ、わしらこれ死んどるじゃん。いやいやいや、戦国時代でございまするから。あ、戦国時代。戦国時代でな、武田信玄公でしたりな、豊臣秀吉公も落語を話しておりますので、わしらとな、本当同い年ぐらいの落語でございますので、またちょっと皆様13時から見てはいい、来てみてはいかがでございましょうか。すまんちょっと訂正させてもらっていいかな。どうした。さっき1時からと言ってしまったのは12時から1時の間違えちゃった。おい、さっき来た13時から来たらもう終わっております。皆さん12時からでございます。申し訳ございません。12時申し訳ない。はい、すまんな、情報間違えてしまって。12時ございます。まあ他にも俳句の方が、わしら武将が書いた俳句の方も城南亭で飾ってありますので、ぜひぜひご家国にお茶をたしなみながら俳句を眺めるというのも風流でございますな。はい、殿、そんな本日は盛りだくさんの岡崎公園でございまするが、やはりちょっといつものあれをせずにはおられませんな。ちょっと皆様と盛り上がってお願いいたします。いつものあれか。あ、お初めてお越しの皆さん何人ぐらいいらっしゃいますか。お手を挙げてください。おいらっしゃいますな。先ほど家臣たちがいろいろとああだこうだああだこうだああだこうだ長々としゃべくりも言っておりましたが、グレート家康は青い武将隊の決めゼリフ聞きますか。聞きますね。決めゼリフ、決めポーズ聞きますか。お、やってみましょう。仲間島とほとんどですイエーイ、よし仲間島とほとんどですイエーイ、よし、はい、行きますよ。皆様ご覧くださいませ。ただいま回れておられますのは徳川家康公でございます。金の甲冑をお召しになりまして、ただいまこの家康公に触れるとなんといいことが起こるということで、もっぱら噂でございまする。お待たせしました。動くパワースポット武将徳川家康公でございまする。おー
we go. ご苦労さん。